Trials of Mana.聖剣伝説3トライアルズオブマナ。ナバールのシーフ、ホークアイだ。ローラントのリースと申します。よろしくお願いします。アルテナの王女、アンジェラよ。あるところに影がある。闇の世界に生きる彼ら、ナバール盗賊団。よし、俺が行くぜ。
金は、みんな、わしの、ちょろいもんだぜ。わしの金！し、起きちまいやがったか。ま、せっかくだからいいこと教えといてやるよ。悪戦身につかずってね。あんた、ずいぶんと悪どい儲け方してたそうじゃないか。でも安心しな。これで金を巻き上げられる人たちの苦しみがちっとは身に染みただろ。これからはあんまり悪どい商売はするんじゃないぜ。そんなこと泥棒に言われたかんないや。ま、そう固いこと言いなさんなって。じゃな、額に汗して地道に働けよ。砂漠の嵐、人々はナバール盗賊団をそう呼んだ。彼らは狩猟フレイムカーンのもと、人里離れた砂漠の中の要塞を根城にしていた。ただいま戻りました。ご苦労。お前たちがいない間にすでに皆には伝えたが、我がナバール盗賊団は本日をもって解散し、新しくフレイムカーン王の統治するナバール王国建国を目指す。いつまでもこんな辺境の荒れた土地でくすぶっている場合ではない。世界規模でのマナの変動の影響で、我々の生命線であるオアシスの湧き水が枯れ始めている。砂漠を捨て新天地にナバール王国を築くのだ。まず北の山岳地帯、風の王国ローラントを占領する。これから作戦会議を開く。お前たちは休んでいろ。フレイムカーン様は一体どうなされたのだろう。以前のフレイムカーン様は盗賊であることを誇りにしていた。それなのにこんなに簡単に盗賊団を辞めるだなんて。それにあのイザベラを命の恩人というだけで自分の右腕として盗賊団の実権を握らせている。一体どうしちまったんだ。パパはきっとみんなのことを考えてそう決めたのだと思うの。井戸の水が枯れてしまったらここで生きていくことは難しい。だからあれだけ嫌っていたはずの王様になるってか。フレイムカーンの名が泣くぜ。俺たちは
貧しい民から平気で金を巻き上げるような王政を許さなかったはずだ。パパのことを悪く言うのはやめて。おいおい、まさかジェシカまでお姫様に憧れちゃってるんじゃないだろうな。ローランと信仰の件、お前も聞いただろう。最近どうも親父の様子が変だと思わないか。だろ、やっぱ俺たちはガキの頃から兄弟のように一緒に育ってきただけに、考えることも同じだな。様子がおかしくなったのは、先月親父が砂漠で行方不明になっただろう。あの時にイザベラと出会って助けられ、一緒に戻ってきてからのような気がする。俺はどうもあのイザベラが怪しいと思っている。もう我慢できん、今日こそあいつの化けの皮を剥がしてやる。イーグルのやつ一人で先走りやがって、嫌な予感がする。イーグルを追いかけよう。見ろ、俺は向こう側に回り込む。分かった、王子様に報告を。そこまでだ。とうとう尻尾を掴んだぜ。そいつは一体何者なんだ。親父に何をした。
邪魔が入ったようだな。あとは任せるぞ。坊やたち、世の中には知らない方がいいことだってたくさんあるのよ。秘密を知られてしまった以上、フレイムカーンのように忘れてもらうしかないわね。くそ、親父を元に戻せ。お前なんか追い出してやる。バカな子だね。苦しい。イーグル、どうしたんだ。早く行け。ホークアイを倒せ。ホークアイを殺せ。イーグル、しっかりしろ。やめるんだ。もう聞こえやしないよ。さあどうする。やらないとやられちゃうよ。ありがとう。峰内くん、小賢しい真似をでも食らえ。イーグル、しっかりするんだ。貴様、よくもイーグルを。遊びはここまでよ。誰か、誰かおらぬか。人殺しだ。どうしたんですか。あ、貴様ホークアイ、よくもイーグル様をおとなしくしろ。仲間殺しの罪は重い。いずれ日を改めてお前の処刑を行う。それまでそこで反省するがいい。おとなしくしてるのよ坊や。本当のことを話すとジェシカの命はないよ。貴様、ジェシカに何をした。ちょっとした呪いのアイテムをプレゼントしただけよ。あんたさえおとなしくしてれば何も起こらないわ。
畜生、誰かいないのか。ジェシカ、イーグル兄さんか。ホークアイ、あなたが兄さんを殺したなんて嘘よね。あんなに仲が良かったのに、あなたがそんなことするはずがない。教えて、一体誰が兄さんを。それは本当のことを話すと、ジェシカの命はないよ。どうしたの、ホークアイ、一体誰が。なんで黙ってるのよ。なんとか言って。もしかして嘘。そんなの嘘よ。ホークアイが兄さんをだなんて。ジェシカ、オイラは兄貴じゃないって信じてますから。ささ、こんなところに長居は無用。とっととずらかりましょう。このアニャから表に出られますよ。おのれ、イザベラ。だが今、ナバールから脱出しなければ。ジェシカさんにかけられた呪いのアイテム、あれは伝説の死の首輪ですにゃ。伝説では身につけると二度と外すことができにゃゆえに、呪いをかけたイザベラが死ぬと一緒に死んでしまうんにゃ。聖都ウェンデルにいる光の司祭様なら、にゃにかいい知恵があるかもしれにゃい。兄貴、後のことはオイラに任せて旅立った方がいいにゃ。分かったよ、ニキータ。ありがとう。ジェシカを頼んだぞ。兄貴、お気をつけて。ジェシカさんのことはオイラにお任せくにゃさい。脱走だ。ホークアイが脱走したぞ。Yeah!
ジェシカは俺が必ず助けてみせる。だが今はあえて旅立たねばならん。友の仇を討つため、そしてジェシカを守るため、俺は必ずここに戻ってくる。ジェシカ、それまでどうか無事でいてくれ。友を失い、ジェシカにかけられた呪いを解くため、ホークアイは聖都ウェンネルに向け旅立った。町は我々ビースト軍が占領した。おとなしくしていれば危害は加えない。ビーストキングダムの獣人たちがここジャドの町に攻めてきたんだ。奴らに港は封鎖されちまった。おかげで船は全部欠航さ。もうどこへも行けやしねえ。獣人が町を占領か。一難去ってまた一難だ。鍵開けなら得意なんだが、見張りがいるのは厄介だな。イーストキングダムの獣人たちは昼間は普通の人間と見分けがつかないが、夜になると獣に変身することができる。実はそこが狙い目さ。奴ら変身している間は血が騒ぐのか、じっとしていられないみたいなんだ。それで夜な夜な漁師様の館に集まって好き放題暴れ回ってるのさ。
その間は警備が手薄になる。町を抜け出すチャンスだ。警備が手薄になる夜まで酒場で美女と過ごすとするか。警備が手薄になる夜まで酒場で美女と過ごすとするか。いや、いざという時に動けるよう宿屋で休んでおくか。
誰も信じてくれないけど、俺は見たんだ。変な光が湖の上空を飛んでるのを。きっと今夜も現れるかも。
か。専門外だな。俺が通れるのは鍵がかかった扉だけだ。仕方ない。他の場所を渡ってみるか。商品揃えてるよ。またのお越しを。あの奇妙な光、気になるな。もしかするとお宝かもしれん。追いかけてみるか。Sí.
しっかりしろ。もう大丈夫。あなたは？俺はナバールの師父、ホークアイだよ。アストリアの宿で光が見えたから。そう、この際しょうがないわね。よし、あなたに決めた。何？ううん、こっちの話。ねえ、お願い、私をウェンデルの光の司祭様のところに連れて行って。私にはもうこれ以上飛ぶ力が残っていないの。ああ、俺もちょうど行くところだから構わんが、滝の洞窟には結界が張られていて通れないんだ。それは私がいれば多分大丈夫。さあ急いで、マナの聖域に異変が起こっているの。マナの聖域？それは。アストリアの村の方だ。何があったんだ？急いで戻ってみよう。私はあなたの中に入り込んで休ませてもらうね。しばらく姿が見えなくなるけど心配しないで。え、ちょっと待って。ほら、早くアストリアに行ってみましょう。うわ、頭の中から声がする。うへー、なんか変な感じ。早く。はいはい、わかったよ。ねえ、あなたはなんでウェンデルを目指しているの？ちょいと厄介な呪いの首輪の外し方を知りたくてさ。いろいろと事情があるのね。
どうだ。襲われたようね。ひどいことを。一刻も早くウェンデルの光の司祭様にこのことをお知らせしなければ。ウェンデルが危ない。いいかご存知ですか？ああ、それだったら。まあ、フェアリーさんが入れるようにしてくれるの？私も昨夜森の中で光を見たんです。追いかけようとしたんですけど、囚人たちがうろついてて。もしご迷惑でなければご一緒させてください。実は。風の王国ローランドの王女リースはローランドを守るアマゾネス軍のリーダーとして今日も山の見回りに出ていた。私がやってみましょう。みんな見てて。リース様、気をつけて。ローランドの平和を脅かす魔物は絶対に許しません。モンスターが以前に比べて多くなってる。それに風が鳴いている。山岳地帯ローランド。ここに周囲の崖を自然の城塞として利用した難攻不落の城として名高いローラント城がある。さらに精鋭のアマゾネス軍が守りを固め、永遠に外敵の侵入を許すことはありえないかのように見えた。しかし。さて、武術の稽古の時間ね。弟のエリオットを探さなくちゃ。
ことはご存知ありませんか？わしは目が見えぬが、気配でわかるはずだ。待っておれ。そう遠くへは行ってないようじゃが、おそらく城のどこかにおるようだが。本当にもうどこ行っちゃったのかしら。武術の稽古の時間なのに。私はてっきりエリオット王子はリースお嬢様と一緒だと思ってましたよ。いつもはお嬢様のおそばを離れようとしないのに。お妃様がエリオット王子をお産みになってすぐに亡くなられましたから、あの子にとってはリースお嬢様が母親みたいなものですからね。風の王国ローラントの王女リースには弟のエリオット王子がいる。母である王妃はエリオットを産み、その顔を見ることなく亡くなった。幼いリースの目に映ったのは静かに眠る母の顔と、新しく生を受けた自分の弟の顔であった。国民のすべてが妃の死を悲しむ中、リースは一人で聖なる山に登り、涙が枯れるまで泣いた。だが幼くとも心優しいリースは、今もこれからも母の愛を知ることができないエリオットのために、母の分までエリオットに愛情を注ごうと誓ったのだった。じゃん。なんだ？しっ、坊ちゃんはこの城の王子様だよね。これからとっても面白いことが始まるよ。じゃーん、私は旅の手品師です。今日は王子様にとっておきの手品をお見せしよう。はい。お次は分身の術。はい。王子様、まだまだすごい手品があるよ。ほら、そこに地下室があるだろう。そこでもっといっぱい見せてあげるよ。さあ行こう。
ったく、稽古の時間なのにエリオットがいないわ。もしかして地下室にいるのかしら。慌てないで、私は手品師1号ビルでござい。同じく2号ベンでござい。なんだ、分身の術じゃなかったのか。もっとちゃんとしたやつ見せてよ。はいはい、それではとっておきの超大魔術をご覧に。さっさ、坊主、王子様、こちらへ。王子様、王子様ならここがどういう場所かお分かりかな。当たり前だい。ここはね、ローラントで一番大事な風をコントロールするところさ。でもね、王族の鍵がないと動かせないんだよ。ほほう、ではその王族の鍵とやらでちょっとだけ風を止めてもらえるかね。とっておきの手品というのは、あの世から王子のお母様を呼び出す術なんだがね。王子はお母様に会いたくないのかな。風があるとお母様も天国から降りてきづらいだろう。さあ、お母様のために風を止めてあげようじゃないか。お母様に会えるの？でもリスお姉様が絶対風を止めちゃダメだって。ああ、なんとかわいそうに。王子はお姉様に騙されているんだよ。お姉様はこの術のことを知っていて、自分だけお母様に会っているのか。あ、そんなさ、どうする？ぼやぼやしてるとお姉さまに見つかっちまうぞ。エリオット、どこにいるの？ほら、噂をすれば。さあ急いで、お姉さまに見つかったら二度とお母さまには会えないよ。でも。ええ、このガキ、さっさと仕上がれ。エリオット！お前たち何者です？エリオットを話しなさい！お姉さま！やったぞ！難攻不落を誇るローラント城も、この風さえなければ我がナバール忍者軍の敵ではない。今頃城内には一斉に進攻が始まっているはずだ。ローラント城は我々ナバール盗賊団改めナバール王国の城として生まれ変わるのだ。盗賊団最後の仕事が城を盗むことだなんて生かすだろう。敵国のスパイめ。おっと、そんなことをやっている暇はあるのかな。ジョスター国王は今頃
見えない目でどうやって戦っているのかね。お父様、エリオット来るのよ。お姉様。ほらな坊主、リース姉さんはお前のことなんかどうでもいいと思ってるんだよ。さあこっちに来い。嘘だ、やめろ、お姉様。黙れ。エリオットがいない。知らせてくれていたのに、マナの変動が
わしの勘を鈍らせたのかもしれん。お父様、それに私のせいでエリオットが。すでに城内にはエリオットはいないようだ。気配が遠のいた。おそらく敵にさらわれたんだろう。リース、エリオットを頼んだよ。お父様、敵はほぼ全滅した。一旦ナバールに帰り、フレイムカーン様に報告。再び軍を率いてここに戻る。退却。風が、今頃になって風が戻ったって。行けば、以前お父様が困った時は生徒ウェンデルの光の司祭様を訪ねなさいと。きっとお導きくださるに違いない。様やみんなをよろしくお願いします。私はエリオットを必ず助け出します。お母様の神のリボン、どうか見守っていてください。ナバールの襲撃によりローラントは滅亡。最愛の父も失ったリースは、弟エリオットを探すべく今一人旅立つ。申し遅れました。私はリースと申します。よろしくお願いします。
待ってて。今結界を解くから。さあこれで OK よ。それにしてもあんた、よく一人でここまで来たな。私はアマゾネス軍のリーダーです。槍の扱いには自信があります。そうか、じゃあ一緒に行けば戦いが楽になるな。相手が悪かった。驚くほど手応えがなかったな。俺が前に出る。背中は任せた。相手が悪かったな。問題なく勝てたな。この調子でいこう。戦闘開始だ。協力して倒すぞ。相手が悪かったな。油断したか。まこんなところかな。よっ。敵が道を塞いだか。すぐに倒して去る。セッション。簡単に勝てちゃいましたね。だらけの洞窟に女の子が一人でいるなんて。だって ウェンデルの新刊ヒースはパパもママもいないシャルロットのことをいつも優しく見守ってくれる素敵な好青年でした。そんなヒースがおじいちゃんに頼まれてアストリアの方に調査に行くと聞いて、シャルロットはなぜか嫌な予感がしたのでございまち。大好きな
様のことがあっては大変と、ヒースの後を追いかけ、おじいちゃんに内緒で一人神殿を抜け出すシャルロット。ああ、しかし運命のいたずらか。やっとヒースに出会えたのに、突如現れたへんてこな親父がヒースをさらっていってしまったのでありました。メンデルに帰りたくても洞窟に入れなくて困っていたんですが、アンタさんが結界を解いてくれたおかげでようやく。ところが道を間違えて落っこちてしまいましたとさ。そこへ偶然アンタさんが。もう少し遅かったら今頃。なんてかわいそうなシャルロット。しょうがねえな。俺も光の司祭に会いにウェンデルに行くところだから、送って行ってやるよ。ついてきな。なんだ、あんたさんうちのおじいちゃんにご用だったんですか。じゃあシャルロットを助けても罰は当たらんですよ。こう見えてもシャルロットは光の司祭のお孫さんですから。ま、でもここからだったらウェンデルは目と鼻の先でち。別にアンタさんの助けはいりません。そっちこそ迷子にならないように。ではでは、バイビー。元気な女の子だったな。10年後にはいい女になってそうだ。私たちの邪魔をしないでください。当然の勝利。次の目的地に急ごう。喜ぶほどのことではね。そこ。ウェンデルに着いたな。光の司祭さんが呪いの解き方を知っていればいいんだが。ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ、早く
光の司祭様に会いに行きましょう。今宵はもう遅い。また明日参られよ。それどころじゃねえんだよ。獣人がジャドもアストリアも占領し、ここに攻め込もうとしてるんだぜ。それに俺はフェアリーに取り憑かれちまったし。なんとそれは大変。すぐに司祭様にお会いになってください。あなた方がマナの女神様の祝福を得られますように。司祭さん、あんた死の首輪って知ってるか？どうすればジェシカの呪いが解けるか教えてくれ。死の首輪？あの封印されし古代時報か？一体何が起こったのじゃ？実は そのイザベラというもの、ただものではなさそうじゃな。ホークアイ殿、残念じゃが、わしでも古代呪法の呪いを解くことはできん。マナの女神様でもない限り。そんな、マナの女神様でなきゃ無理だなんて。じゃあどうすることもできないのか。私はローラント王国の王女リースです。ナバール盗賊団に襲われ、王が撃たれ、弟のエリオットもさらわれて、国は滅んでしまいました。国を、そして父を守ることができなかった私は、この命に代えても弟のエリオットを助け出したい。司祭様、どうかお導きを。なんと、ローラント王国が。しかしこればっかりはマナの女神様でもない限り、一度滅んだ国を再建することなど。ちょっと待って、先に私に話させて。司祭様、私はマナの聖域から参りました。世界からマナが減少し、聖域のマナの木が枯れ始めています。なんと大変じゃ。マナの木が枯れれば、マナストーンに封印されし神獣たちが目覚め、世界は滅んでしまう。え、なんだかさっぱりわからねえ。何を人ごとみたいに言っておる。お主はフェアリーに選ばれし者。お主が聖域に行ってマナの剣を抜かねばならんのじゃぞ。なんだって？聞いてないよ。おい、フェアリー、どういうことだ？ごめんなさい。マナの減少によって、私たちは聖域の外では誰かに取り付いていないと死んでしまうのよ。あの時、あなたに会ってなければ、今頃。はいはい、そりゃよかったね。じゃあもうお役ごめんなんだろ。さっさと俺から離れて、そのジジイにでも取り付いてくれ。それができれば苦労せんわい。フェアリーは一度宿主を選んでしまうと、その宿主が死ぬまで一生離れることができんのじゃ。そんなバカな、俺は行かねえぞ。そのマナの剣だかバカの剣だかには用はねえからな。あれ、あなた
ジェシカの呪いを解いてイーグルの仇を取りたいんじゃなかったの？マナの剣を使えば呪いを消したりイザベラを倒すことができるよ。あ、てめえ人の頭の中覗いたな。ちょっと待てよ、そのマナの剣ってのは一体何なんだ？マナの剣、それは全ての精霊を司る古の力の象徴。マナの女神が世界の創造に用いし黄金の杖の仮の姿。マナの剣を手にせし者、世界を支配しうる力与えられん。その剣、今なおマナの木の根元に密かに眠らん。マナの木が完全に枯れてしまう前にマナの剣を抜くことができれば、マナの女神様は再びお目覚めになって世界をお救いくださり、望みも叶えてくださるじゃろう。イーグルの仇イザベラを倒しジェシカを救うためなら何だってやるぜ。で、そのマナの聖域ってところにはどうやって行くんだ？ごめんなさい、マナが減ってしまい、私にはもう聖域への扉を開くだけの力は残っていません。世界のさまざまなところにマナストーンと呼ばれる神獣が封印されし、8つのエネルギーポイントがある。これらのマナストーンからエネルギーを解放するとマナの聖域と現世をつなぐ聖域への扉が現れる。この扉に入ればマナの聖域へとたどり着けるのだが、マナの女神が眠りについた時、聖域を現世から封じるため8つのマナストーンのエネルギーは封じられてしまった。どうすれば？大昔には古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを自在にコントロールすることができたと言われている。しかしその呪法をめぐり利権を奪い合う国々によって戦乱が起き、世界は神獣以来の危機を迎え滅亡寸前にまで行ったことがある。かろうじて生き残った者たちは同じ過ちを繰り返さないよう、その古代魔法を禁断の呪文として術者の命を奪うような呪いをかけ封印してしもうた。今では失われた魔法として誰も知る者はいない。お手上げか。一つだけ手があるよ。マナストーンの近くには必ずその属性の精霊たちがいるはずよ。彼らの力を借りることができれば、残されたマナの力で私でも聖域への扉を。その手があったか。お主たちが通ってきた滝の洞窟の上には光のマナストーンがあると言われている。滝の洞窟で光の精霊ウィル・オ・ウィスプを見たという者も多い。まず手始めにウィル・オ・ウィスプの力を借りに行くのじゃ。フェアリーと共に滝の洞窟へ行って調べてみるといい。フェアリーさん、私にもお手伝いさせてください。ローラントの再建も大事だけど、マナの木が枯れて世界がなくなってしまったら意味がないですもの。ありがとうリース。マナの女神様がお目覚めになればきっとローランドの再建に力を貸してくださるでしょう。ええ、
よっ。ねえ、シャルロットもついていっていい？おじいちゃんとそこを見込んでお願いがあるんでち。ダメだよ。これから先の道のりは長くて危険だ。君みたいな幼い子がついてこられるような旅じゃない。早くおじいちゃんのところに帰りな。キースのことは俺たちに任せておきたまえ。きっと探してあげるからさ。意地悪。シャルロットはキースのことが心配なんでち。こんなにお願いしてもダメでちか。もういいでち。ケーチケーチバーカカーバを返した。協力して倒すぞ。相手が悪かったら。洞窟で戦うときはもっと明かりが欲しいね。敵が道を塞いだか。すぐに倒して先に進むぞ。今の敵で最後のようだが、警戒を怠らずに進もう。ちょっと待ってて。背中は任せたぞ。この調子で行こう。後悔しよう。俺たちと出会ったら当然だ。無事に立てましたね。先です。どんなに進んでいきましょうか。風よ。参ります。そこか。これで。いや、間違いない。俺は強くなった。
あれがフェアリーが言ってた横穴だな。向こうに渡るにはどうしたらいいんだ。そっか、あなたたち飛べないんだもんね。でもここなら滝の水からマナの力を取り出せそうね。あなたたちを向こう側に渡せるかやってみるよ。喜ぶほどのことではない。俺が前に背中は任せたぞ。相手が悪かったな。これで当然だ。私たち強くなりましたね。敵だ。どうだ。当然。また強くなれば。さあ、もっとお役に立てるよう頑張ります。敵が道を塞いだから、すぐに倒して先に進むぞ。どうだ。問題なく勝てたな。この調子で行こう。敵です。どんな作戦で行きましょうか。当然だ。簡単に勝てちゃうの。さあ、まさかこれが探している精霊じゃないよ。マスコリの精霊じゃないわ。巨大な魔物よ。でもなぜかこいつからマナの力を感じる。一体どうして。マナの力を持つ魔物、攻撃して大丈夫なんでしょうか。事情は知らん。今は戦うしかなさそうだ。そこだ。そろそろ倒せそうだな。一気に畳みかけよう。最後まで気を抜かずに頑張りましょう。相手が悪かったな。
なんだあれ。ウィッス、俺っすよ俺。この俺が皆さんが探してるウィルオウィスプス、あのフルメタルハガーの体内に封印されてたっす。おかげさんでやっと封印が解かれました。事情はさっき皆さんが戦ってる間にフェアリーさんからテレパシーで聞いたっす。いや大変っすね。フェアリーさんもそうっすけど、僕ら精霊はマナがなくなっちゃうと存在できないっすからね。マナを救うためにも協力させてもらうっす。ねえウィスさん、光のマナストーンは？ちょうどこの真上、古代遺跡の奥深くにマナストーンはあるんすけどね、ちとここからじゃいけないっす。マナストーンはまだ無事っす。でも非常に不安定な状態なもんすから、いつか神獣が封印を解いて復活しちゃうかも。仲間の精霊たちを一刻も早く見つけ出して聖域への扉を開きましょう。お、見てごらんよ、近道できそうだ。警戒を怠らずに進もう。敵が道を塞いで、すぐに倒して先に進むぞ。当然の勝利。次の目的地に急ごう。おかげで滝の洞窟の結界が消え、牢をせずして生徒ウェンデルへの進行が可能になった。その礼をさせてもらっただけのことだ。ありがとうよ。よし行くぞ。
聖剣伝説3トライアルズオブマナ